チェルシーの新ユニフォームに関するみんなの反応がこちら。何から何まで、このクラブはダサいおじちゃんが、休日にランニングしてる時に着てるやつで、草むねのスポンサーって大事だ。バンダナタラでさえ勝ち点3取れないのに、胸元の3すらも失ってて、草2部の貫禄があって、草なんかFIFAで自分が1から作る、スポンサーがないユニフォームに似てるこれ、ウイレでライセンス、取れなかったんかロンドン FC じゃん。もっと濃い色の方が、しっくりくるユニフォームって感じがしない。部活の練習機みたいで、威圧感が全くない。エンブレムの高級感はあるけど、試合できたら地味になりそう。GL のおかげでちょっと、かっこよく見えるけどよく考えたら、ダサすぎ、横浜タイヤの時がチェルシーっぽくて、好きだなぁ。ボロシャツでこのデザインならありだけど、T シャツなのに、これはあかん個人的に普通に好みなんだが、プレミアのピチピチユニフォーム感じあって、好きエンブレムのロゴも渋いし、色もかっこいいから、アリさんがなくなるだけで、こんなかっこよく見えるんだね。3よりダサいことは絶対ない。あれが過去最高にダサかった。最近、ゲームシャツを私服で着るのハマってて、これはかっこいいから、着体クラシカルで好き、これは好き嫌い分かれるかもだけど、個人的に、シンプルで、好きエンブレムにこけばえてるやんけ、プレミアのピチピチ仕様やめて入り、つければ一気に、おしゃれになりそう。もはやモビルスーツやんけ。